どうも中本8歳、今日はですね遊戯八幡に来てます。はい、遊戯ですね。今日もねちょっと服屋に来ているんですけれども、大人の古着屋に来ております。はい、結構僕の周りの大人の方々で、しかも業界の大人の方々から、あそこ絶対中本さん行った方がいいっすよって言われたような、古着屋ですね。でしかも最近移転して、こちらですね、結構ね広いお店さんなんですよ。こちらですね、はい、見るからに結構いろんなものがありそうですが、ちょっと入り口の方まで行きましょうか。こちらですね、結構でかいお店さんなんですよね。で僕もちょっとね移転してからというか、お店に遊びに来るのは初めてで、こちらですね、こちら階段がございます。フロントさんでございます。フロントさんはですね、ニューヨークに本店がある、古着屋さんになっておりまして、渋谷パルコにもポップアップとして出店されていて、まあ一応こちらに、本店が日本の本店というかあるという形になっております。ジャンルが結構幅広いです。夏のね必需品のシルバーアクセサリーの揃えがすごい強いというか、めちゃめちゃあったりするので、その辺もめちゃめちゃ皆さんで見ていきたいなって感じです。服好きな人だったら絶対楽しめるっていうふうに皆さんに言われたので、ちょっと早速今日はね皆さんと一緒に見ていけたらと思います。大人の古着屋潜入したいと思います。今日は朝からよろしくお願いします。よろしくお願いします。フロント11201の田中と申します。よろしくお願いします。田中さん、ね、はい、よろしくお願いします。どんなお店かって簡単に教えていただいてもよろしいですか？お店はもともとニューヨークの方でありまして、はい、十数年やっておりまして、これの日本店として3年前に代々木上原、ちょっとこの近くなんですけど、今年の4月に移転してきて、移転オープンという形でこちらに。周りのその服好きなそのアパレルの方から紹介されたんですけど、シルバーアクセサリーが強いぞっていうふうに強いぞお聞きして、このヴィンテージだったりが、はい、そうです。よろしくお願いします。まずね、そのさっき話したアクセサリーですね、ちょっとそこから見ていきたいと思うんですが、アクセサリーがいっぱいあるんですが、金ですよ皆さん、はい、ゴールドでございます。14金ってだけで値段はねもちろんしますからね。ちょっとレディース寄りなのがここら辺は多いかな、どちらかというと。全然メンズもつけるそうなのありますね。このブドウはスペインの食器とかも有名ですよね。そうですね、エルメスですね。多分ピンキーとジャストだと思うんで、あ、ぴったりぴったり、ツナ的な感じですかね。5万円だったら、6万円だったらちょっともう、はい、欲しいですけどね、割と。こっちがジョージエンセンのクオリティが高いというか、物のクオリティ高いんで、ぜひ気になる方は見てみてください。この右下あたりがティファニーさんですかね。そうですね、この辺がコスメで、ありがとうございます。トップの鍵型とかだとティファニーさんっぽいですね、うん、この辺はつけやすそうですね。僕みたいな人間でもつけやすそうです。もっと18金と10金もあトップがすごい様々で面白いですね。面白いですよね、うん、すごく本当に確かに普段使いしやすそうなアイテムがめちゃめちゃ多いですね。お値段おいくらぐらいの？これがうちのお店の名前に入っている11201円。これはすごい。この T シャツとかはちょっと値段また変わってくるんですね。そうですね、オンリー T シャツだと4990円、あ、半袖だと3990円。なるなる、そうですよね。写真集を、ここで載せていただいていて、あ、なるほど。物によってちょっとこうニューヨークと関連付いたものだったりっていうところをセレクトして置かせていただいてます。なるほど、ありがとうございます。こっちが古着の T シャツって感じで、これね、さっきね、これちょっと僕結構気に入ってたんですけど、一瞬キャラかと思ったんですよ。多分違うんですよね。あ、でもこれめっちゃ可愛いですね。これは可愛いわ。フレグランスとかですかね。本当だ、ディフューザーもやられてるんですね。すごい、この辺も僕ちょっとお香みじんも詳しくないんですけど、すごいですね、やっぱね、いい匂いがきっとするんでしょう。これはシルバーアクセサリーですかね。はい、シルバーアクセサリーで、日本人メキシカンのシルバージュエリーメインで取り扱いをしていて、このジュエリーケースだと、まあ、ウニキスだったり天然石系をメインで置かせていただいてます。ネックレスいいですね。それだと一応ヴィンテージのチャーム、うちでオリジナルでお作りしたサテンの構造を組み合わせて、じゃあロゴも入ってるということで、すごい。ちょっと軽く縛ってねみたいな。そうですね、後ろで2回ほど結んでいただくと、今長さの調整確かにいろんな付け方ができますね。確かに長さ調整できるのいいですね、ネックレスで。あ、いけるっすね、感じでございます。めっちゃ黒いですね、当たり前ですけど。なんかネイルみたいですね。そうですね。すごいな。やっぱオニキス黒い石はかっこいいですね。メンズでもつけやすいというか。うんうん、
モニケスやっぱり人気ですね。あ、そうなんですね。だいぶ細かいですね。結構ね、キラキラやな。すごいですね。負けなそう。こんだけインパクトあるのって大体メキシカンだったりとか、まあ、インディアンだったりとか強めのものがあるんですけど、中性的なんでなんかどちらの方でもつけやすそうというか、男女こんなにあるんですね。面白いですね。それバナナみたいな、すごい結構インパクト強いですね。うん、本当にザ・メキシカンって感じがして、この辺は好きな人は好きそうな、ボリュームがすごいですね。こんな感じですね。結構インパクトありそうで、あ、でもこれとか T シャツ1枚とかだと良さそうですけどね。夏はどうしてもね、夏ってアクセサリーつけないとマジシンプルになるんで、本当にまあすっごいね頑張っておしゃれしてる人はいいと思うんですけど、僕とかちょっと T シャツ1枚になるんで、やっぱアクセサリーは欲しいっすよね、インパクトあるのは。ありがとうございます。奥の方に来たんですけど、めっちゃ広いんですよ。もう本当にね、この結構ね、こんだけ、これが3つぐらいあるんですよ。ラックって言っていいのか分かんないですけど、この辺は、はい、カハートさんとかありますね。ジョーダンが少しヴィンテージ。あ、この辺が、左もあるんですね。あ、本当だ、全部あるですね。確かに本当オールジャンルですね。全ジャンルあるんで、いやこれはすごいですね。確かにここ来たら全部一旦古着屋見れそうですね。奥がね、そのままミリタリーなんですよ。めちゃめちゃあって、ミリタリーとかってなんかこれがフロントさんだと一番動くみたいなのってあったりします？ロイヤルネイビーあれなんですね、人気なんですね。そうです。ロイヤルネイビーのパンツって着やすいけど、そのちょっといなたすぎなくて軍物軍物って感じがそこまでしないので、ブリティッシュミリタリーって大体そうですよね、イメージ。軍人じゃんみたいなのがないんで、この辺とかもそうですね。やっぱ昔からそうですからね、ブリティッシュは人気ですね。カモ柄あったりとか、まあいろいろパンツもございますので、ぜひの方見に来てみてください。ブリティッシュミリタリーの数すごいですね。やばいですよ、ここほとんどブリティッシュミリタリーなんで、すごい、めちゃめちゃ数が多いんですよ、本当に。だからね、量がね、その高さもあるから、倉庫感、おしゃれな倉庫感がすごいですね。もう全部白シャツなんですね。これとかクリスチャン・ディオールの、はい、シャツですね。すごい昔のディオールのメンズラインっていうか、状態のいいものだけを利用しています。白シャツとかそうですよね、確かに。ちょっとね、白シャツはあまりにもあるんで、ぜひ皆さん着てみてください。一個一個やってると白シャツ感になっちゃうんで、ちょっとこっち見ていきましょうか。ヴィンテージティー、急すぐポケモンとかありますね。オールドネイビーなんや。いるっすね、歴代のやつらが。はい。これは確かにちょっとヴィンテージ感あるポケモンの T シャツですね。T シャツ自体はちょっと量は多いっすね。これナイキですね。V ネックナイキ。うん。珍しいっすね。ナイキって V ネックとかもあるんですね。これとかもナイキさんですね。これ結構でかいですね。胸部分に数種とアジアって書いてあります。お値段もかなり、お買い得なものが多いです。3000円とか4000円とか5、6000円のものも多いので、ぜひの方ね、ほんと見てみてください。え、待って、これ氷って書いてあるんだけど。ちょっとちっちゃいかな、氷。わ、氷めっちゃちっちゃい。氷びっくりするぐらいちっちゃかったわ。すごいちっちゃい。アイスプリンテッドショートスリーブ T シャツですね。これ無理か。これはちっちゃい子しか無理っすよね。そうっすよね。これめっちゃいいな、ちっちゃい子着てたら。今っすね、しかも着るんだったら。これアディダスっぽいっすね、 T シャツ。アディダスって書いてあります。もうテニスずっとね、昔やってたんですけど、テニスなのに結構ディアドラとか着てましたね。すごい綺麗ながらしてます。この辺がリーバイスさんとかですかね。でもいっぱいあるっすよ、この下の。これもスノーカマですか。そうですね。でも13,200円とかなんで、すごくお買い得な気しますけどね。サイズもめっちゃあるし、みんな好きって言ってました。本当にめっちゃ多いな。わ、これとか、これすごいっすね。ベルギー軍、あ、めっちゃでかいっすね。オーバーパンツとかではなく、もともとこれみたいな。めっちゃでかいっすよ、こんだけあるんで。50年代とかですもんね。めっちゃでかいな、マジで。しかもタック入ってるんですよね、でっかく。おもろいっすね。市販のやつですかね。デザイナーズっぽいポケットの位置がフロントにポポンとついてる感じですね。こちらがあと白 T って感じですかね。これ何、これシミですかね。これはビールですか。これビールですか。あ、で、これはビールなんですね。ビールのシミみたいな。あ、ビールのシミってまずこんな茶色くなるんですね。シミ系か。なしか、ちょっとニューヨークっぽいデザインも多かったりしますかね、なんか。
はい、もともとブルックリンにあるお店さんですもんね。あ、むちゃくちゃバドワイザーですね。すごい発色いいですね。めちゃめちゃ買えるやな。この辺がギュパールさんですかね。ギュパールさん多いっすね、めちゃめちゃ。クリアが結構僕だとおすすめですね。はい、赤って言えばいいですか、ピンクって言えばいいですか、茶色って言えばいいですかね。クリアだと多分通年かけれるんで、まあ、通年、うん、通年かけれるので、こっちもあります。この手前の方のアロハシャツとかはね、もうすでにちょっと気になるというか、いい感じのアイテムが非常に多くて、一番前のとかも良さそうですけどね。これとか柄の、半袖シャツで、ツルですかね。さすがにツルですね、これは。ちょうどそうですよね、うん、これがちょっとね気になって、ちょっと一瞬着てみてもいいですか。これぴったりっすね。なんか本当に今ちょっと着てるものが全部あれなんですけど、ちょっといつも着てる感じよりはちっちゃいけど、まあ、まあこれぐらいかな。本当に緑だけど着やすいっすね、意外と。めっちゃつるっすね、本当に。そしてだいぶつるっすね。つるめっちゃいいけどな。でもちょっとヤクザっぽかったりしないですかね、僕。大丈夫ですかね。思ってたんだ。誰も言ってくれないんや。ハワイアンシャツですね。あ、やっぱり。でも5、60年代にしたらすごい、状態がいいというか綺麗ですね。めちゃめちゃ状態がいいアイテムが多いです。ちょっとこれも一瞬だけいいですか。こっちだとそんなにヤクザ感はないかもしれないですね。いかつくはないかもしれない。あとちょっとでかいです、さっきよりサイズ感が。だからまあ着やすいというか、今風なサイズ感で着れるかもしれないなって感じですね。まあでもこれはこれで着やすそうなサイズ感ですね。ツル良かったですね。だいぶツルが良かったんですが、あ、これシルクなんですね。シルクのブルゾンです。これは一番着てそうですね、うん、まあ季節感的に。いやでも本当ジャスト、うわ、めっちゃシルクですね。当たり前なんですけど、シルクって書いてあるんで。サイズがすごくいいですね。うーん、古着感はありますが、でもこんななんか上質な感じがあんまないので。あ、ポケットもちゃんとついてるんですね、これ。ボタンの味感すごいわ。かっこいいですね、ボタンが。このカーディガンとかすごいいいですけどね。もう季節が違えばね、もう即売れですよ。はい、これもディオールさんのシャツなんですけれども、パジャマシャツなんですね。ちょ、これ着てみてもいいですか。これは全然着てそうな感じするんですよね、すごく。はい、ポケットの位置がいいんですよね、全部。ポケットのディテールもそうなんですけど、ちょっと気に入ってるポイントなんですけど、これは相当いいな。これで1万4000円だったらすごいいいですよね。個人的にはちょっと好きかもしれないですね。ツルはいいんですけど、ツル着ちゃうとまんまになっちゃうんで、こういうのもいいかもしれないですね。生シャツがいっぱいいる感じですね。これはすごい変わった柄してますね。よーく見るとペイズリーが映っております。これめっちゃいいっすね。これだ。これは絶対買った方がいいわ。これはだってもう絶対買った方がいい気がするな。今日ちょっと下がかなり黒いんであれですけど、ブルーグリーンなんですね、一応ね。ポケットが一つついてますね、ここにね。なぜか足目なんですね、ここはね。こっちはないです。あ、これめっちゃいいわ、サイズ感。はい、ここにバブはあったりとかするんですよ。あったりするので、エクワックスとかもあったりしますね。いや、でも結構いろんなものマジであるんで、っていうか全種類あるっすね、多分。一旦古着屋あんま分かんないって人は来てもらえば、多分、まあ、ああこういうのが古着ってあるんだねっていうのが多分分かりやすいと思うんですよ。今回はですね、いろいろ見させた結果、こちらの、パジャマシャツを買わせたことにしました。これめっちゃ良かったっすよね。なかなかこの色のシャツとかはないと思うので、はい、しかもこれで1万円しないぐらいとかなんで、めちゃめちゃちょうどいい買い物ということで、あんまり古着屋で古着を買うこともあんま僕ないので、ちょっと早速これだけ買っていきたいと思います。はい、はい、ということで、今日は、フロントさんで買い物させていただきました。ありがとうございます。はい、ちなみにこの11201っていうのはアメリカのブルックリンの本店の郵便番号らしいです。本当に思ったより広いし、であと全ジャンルあるっすね。かなりここ来ればとりあえず全部見れるんじゃないかなというようなお店さんになっているので、ぜひ気になる方はね、皆さん見てみてください。でメンズレディースあるんですよ。でレディースもちょっとあって、僕が今日紹介してないだけでレディースもあるので、デートとかでも楽しめるんじゃないかなって感じではあるので、ぜひ気になる方ね、皆さん見に来てみてください。代々木八幡の駅から徒歩 1,2 分ですよね。もうよろしくお願いします。はい、あとね、概要欄にインスタとか住所とか貼っておきますので、ぜひ、ね、そちらから見てみてください。よろしくお願いします。はい、それではね、まずいのでお会いいたしましょう。失礼します。